では続いて、震度とマグニチュードについて。地震が起きると同時に2つの波が発生し、その波によって揺れが引き起こされます。そんな揺れの大きさ、各地点での揺れの大きさがどのくらいかを表したもの、これを震度と言います。震度の大きさは、揺れの小さい方からゼロゼロ、一。 2,3,4と来て5と書きたいんですが、ここね、5弱。そして5強。6も6弱、6強。そして7。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ということで、これは10段階で日本では表すことになっています。 ここね、なんで震度5と震度6だけこんな風に表すのかというとね、ある地震をきっかけに、例えばこの震度4と震度5、前はそうだったんだけど、震度4と震度5ではね、あまりに被害の大きさが違いすぎたので、えー、このような表記になりました。まあ6も同じくね。ちなみに震度5弱と震度5強ってね、どういう違いがあるのかっていうと、5弱では、 多くの人が恐怖を覚え、物に捕まりたいなと思うレベル。で、五教は、もう物に捕まっていないと歩くのが困難なレベル。なんていう風に分かれています。ちなみにこの震度0っていうのは、地震が発生していませんよっていう意味じゃなくて、地震が発生しているんだけれども、人は揺れを感じないっていうそういうレベルね。それを震度0としていますと。ということでね、これ10段階で表すことになっています。 で、この震度っていうのはね、普通は震源からの距離が遠いほど地震が発生しましたよ。その場所から離れれば離れるほど震度っていうのは小さくなります。さあ、そんな地震の揺れを観測する装置。これをね、そのままね、地震計と言います。この地震計、ちょっとこのイラスト、これ見てください。これね、えー、例えば、 おもりに長い糸をつけて、その糸をこうやって左右に揺らしても、おもりは動かない。こんなことを利用して地震の揺れを測っています。だから、このイラストで言うとね、地震が起きても、おもりとペンはほとんど動かないようにできています。だから地震の揺れを測ることができるんですね。ということで、まず一つ目、震度についてでした。 では続いて、はい、こちら。地震そのものの規模の大きさを表したもの。これをマグニチュードと言います。え、震度とどう違うのとなりますよね。え、震度は各地点での揺れの大きさ。マグニチュードは地震そのものの規模の大きさ。ちょっとイメージしやすいようにね。えー、これ光の明るさで表現すると分かりやすいですよ。例えばね。 明るい光と暗い光。この光そのものの明るさ。これをマグニチュードだと考えてください。で、このマグニチュード。ま、このじゃあ光ね。はい、ここの光に近い人は当然明るいなと感じることができますが、遠くの人から見れば、いや明るいかそんな明るく見えないけどな、となりますよね。この、 光そのものの明るさは一緒ですよ。でも、近い人と遠い人では、感じる明るさの量は違いますよね。こっちがだから震度。各地点での揺れの大きさだからさ、各地点で違うわけよ。こっちはね、この明るさは一緒だよ、ね。地震が発生しました。地震そのものの規模の大きさは同じ。明るいのか暗いのか、まあ大きいのか小さいのかってことですよ。でもね、その地震に対して、 各地点では揺れの大きさっていうのは震源から近い人もいれば遠い人もいればその土地の状況によって揺れの大きさっていうのは変わってきますよね。地震そのもの。まあ、こっちで言うとね、明るさそのものですよ。それは変わらないですよね。それがマグニチュードということです。まあ、そんな風にイメージしてみてくださいよ。はい。ということでマグニチュードと震度っていうのは違うものなんですね。えー、マグニチュードっていうのは記号。 大文字の M を使って表します。マグニチュード6だったら、大文字の M で6。M6 と書いてマグニチュード6と読みます。で、マグニチュードがね、一つ大きくなると、地震のエネルギーは約32倍になるんですよ。だから、マグニチュード6とマグニチュード7では、約32倍違う。 結構違うよね。これ二つ違うともっとすごいことになりますよ。マグニチュード6とマグニチュード8、どれぐらい違うか。64じゃないよ。これ32倍、ここも32倍だから、32×32 32で計算してみてください。約1024倍になりますよね。だからマグニチュードがさ、一つ二つってこう変わるだけでね、大きな違いだということがこれからわかりますね。 ということで後半は震度とマグニチュードについてですね。ということで第一章地震についてでした。